グレイ順段尺は、イギリスの順段尺位。1619年創設の順段尺位、1746年創設の順段尺位、1814年創設の順段尺位の3つがある。順段尺位は、ウィリアム・グレイが1619年に除されたイングランド順段尺位であり、1624年にイングランド貴族尺位は英句のグレイ段尺に除されて、 以降その従属称号となって4代続いたが、1706年に廃絶した。順段社位は、ヘンリー・グレーが1746年に除された、グレート・ブリテン順段くらいであり、1808年以降、グレー伯爵らいと継承者が同じになり、その従属称号として現在まで続いている。順段社位は、グレー伯爵家の連死であるジョージ・グレーが1814年に、 除された連合王国順弾尺くらいであり、外相を務めた三代順弾尺、エドワード・グレーが1916年にパラドンのグレー子尺に除されたことで、その従属称号となったが、同死尺位は彼一代で耐え、彼の死後は唯一の称号として一族に世襲されている。ノーサンバーランド州チリナムトエイクの土地を父から相続したウィリアム・グレーは、 1619年6月15日に、イングランド順断尺くらいの順断尺に除せられた。彼は、その後のオーサンバーランド選挙区選出の庶民委員議員を務め、1624年2月11日に、イングランド貴族尺位ノーサンバーランド州における、ウェイクのグレー断尺に除せられた。その孫であるウェイクの第三代、グレー断尺フォードグレーは、 1695年6月11日に、イングランド貴族爵位グレンデール子爵と、タンカービル伯爵に上されたが、男子がなかったためこれらの爵位は彼一代で、廃絶した。ウェイクのグレー男爵くらい及び、順段爵位はその弟、ラルフ・グレーに継承されたが、彼にも子供がなかったため、彼の死去をもって廃絶している。ウェイクの初代グレー男爵。 ウィリアム・グレーのおじにあたるエドワード・グレーの子孫である、ホーイックの地主ヘンリー・グレーは、1738年に、ノーサンバーランド州ハイシェリフを務め、1746年1月11日には、グレート・ブリテン・巡断爵くらいの順断爵に助せられた。彼の死後、2代巡断爵位を継承した息子の、 サーヘンリー・グレーは1754年から1768年までノーサンバーランド選出の庶民議員となった。1808年に2代順断者が死去すると、その追いにあたる第2代グレー伯爵チャールズ・グレーが3代順断者位を継承した。彼は、この前年に父である初代グレー伯爵チャールズ・グレーからグレー伯爵位を継承していたため、これ以降順断者位は、 グレー白爵くらいの従属称号となる。以降は、グレー白爵の項目を参照のこと。ファラドンの初代グレー主爵、エドワード・グレー初代、グレー白爵、チャールズ・グレーの三男・ジョージ・グレーは、アメリカ独立戦争、フランス革命戦争、ナポレオン戦争に従軍した海軍軍人であり、1814年7月29日に、順弾尺に除せられた。息子の二代順断尺、 ジョージ・グレイは、ホイッの政治家であり、ホイッ政権もしくはホイッ参加政権で、内務大臣や植民地大臣を務めた。二代順弾尺の死後、孫のエドワード・グレイが三代順弾尺位を継承した。彼も自由党の政治家であり、自由党政権下の1905年から1916年にかけて外務大臣を務め、三国協商と、 大独強行外交を推進して第一次世界大戦を招いた。11年間の外省在任は歴代外省の中でも最長である。外省在任中の1916年7月27日に連合王国貴族ノーサンバーランド州におけるファラドンのファラドンのグレー死爵に除せられたが子供がなかったためこの爵位は彼の死去ともに廃絶した。一方順段爵位は ハトコであるチャールズ・ジョージ・グレイが継承した。その後その弟サー・ヘンリー・マーティン・グレイが5代、順断尺。そのいとこロビン・エドワード・ディザート・グレイが6代、順断尺。その孫アーサー・ディザート・グレイが7代、順断尺を継承した。彼が2019年現在の当主である、ファラドンのグレイ順断尺家系図。ありがとうございます。